公安寺は、福島県大沼郡藍津里町にある、総統州の寺院。三号は、不問山。観音堂があり、一般には、中田観音と呼ばれることが多い。公安寺別当、中田観音は、藍津コロリ観音の一つである。本尊の十一面観世音菩薩は、文永十一年長者、江川常俊が、娘の母提を弔うために鋳造された。寺は、 公安2年に混流され、年号を取り公安寺と称した。重要文化財の旧館能堂寿司は、官営19年慶安元年に、関能堂が修復された際に、道外に出され、現在は保存庫に収められ、別財店が祀られている。11面関税音菩薩と2体の脇寺は、関能堂内に祀られており、3体とも国の重要文化財に指定されている。 三体とも混同物で、写実的なその完成度から、当時の最高傑作と言われる。一般的に十一面観世音菩薩を本尊とする場合、脇地は、微写門天と不動明王の配置になるが、中田観音の場合地蔵菩薩と不動明王になっている。地元では、中田の観音様として親しまれており、最近学者、 野口英世の母鹿が深く信仰しまいき賛同して、月参りをしていたことでも有名で、秀夫が大正4年に帰国した際、母と恩師を連れ9月15日にお礼参りした写真が境内に残されている。また、藍津藩主代々の祈願書であった。鎌倉時代、欧州藍津の寒川村の江川常都氏は、白壁の蔵を七棟も構え、この辺りでは江川長者と呼ばれていたが、 この長者夫婦の悩みが子宝に恵まれないことであった。そこで、法要寺の観音様に日産、願をかけることにした。やがてご利益があり妻は解任、月道で女の子が誕生したのである。常子と名付けられたその子は、すくすくと育った。時は移り常姫が数え17歳になった春、姫は乳母を連れて、法要寺の祭礼にお礼参りにやってきた。お参りが終わって、 満開の虎のお桜を眺めていたとき、たまたま参拝にやってきた、根岸中田村の地頭、富塚伊が守る森まさるという若殿に一目ぼれをしたという。常姫は、打ち明ける人もおらず思い悩むばかり、それからという物食事も喉を通らなくなり、そのまま床に伏してしまった。医者やら祈祷師を頼んだりといろいろを尽くしたのであるが、姫は一向に回復せず、ついにはこの世を去ってしまう。 文永十年六月十七日のことである。その両親が、この菩提を弔うために、姫に似せた観音像と脇地に、不動明王と地蔵菩薩を、伊佐住神社のご神体が降臨したと伝え聞いた、明神ヶ岳の麓が切れるあたりの長尾地区を聖地として清め、ここで一週間以上苦労の末中蔵して、寒川村に混流した寺まで運ぼうとしたのである。しかしなぜか、この、 根岸の里まで降りてくるとぎっが壊れるやら、牛が悲鳴を上げるやら、どうにも動かなくなってしまったという。これは亡き娘の希望に違いないと、ここと三塚森勝屋敷に近い一角に観音堂が建てられ、寒川村の寺には、原型の木帳観音が収められた。時に、文英十一年八月八日のことである。目的を果たした者の江川長者夫婦は、世の無常を悟り、 公安元年諸国遍路に旅立ってその後の行方は分からないという。なお後日物語があり、その一部始終を知った、富塚森勝は、その姫の熱い思いに心打たれて、下野の国より現地という層を招いて、一位を立てて、中田安都市、公安二年伽藍を造営して寺を、公安寺と改め、自らも臨済州に帰依して、 その後20年間にわたり姫の霊を慰め続けたのである。森まさるは、長安元年3月10日46歳で没した。方法皇は、公安寺伝元老集富子寺であるという。ありがとうございます。